こんばんは、オーメンズイレブンです。今回はほったらかし温泉キャンプ場に来ています。前編を見ていない方は概要欄 URL からまずご覧ください。だいぶ日が暮れてきた。仮眠も少しだけできた気がする。今晩の鍋料理が楽しみだ。仲間と鍋をつつきながら酒を飲む。その時間を楽しみにずっと今日まで頑張ってきた。夜飯前にみんなで温泉へ向かった。日中よりもお客さんが増えたな。夜は夜で独特の雰囲気を放つ。この夜景を露天風呂から眺められるのだ。気持ちよかった。みんなして夜景を見ながらぼーっとしている様子を見て、なんか優しい気持ちになれた気がする。次のシーンは閲覧注意だ。久々にこのサイズのムカデを見て興奮してしまった。温泉後は再び温玉揚げを食らう。この味は一生忘れないだろう。そして私はここで一つ確信した。完全に風邪をひいた。正直朝から喉に痛みと胃が痛感があったが、認めたくはなかった。しかし友人たちには風邪をひいているなんて言えない。楽しんでいる友人たちの笑顔を曇らせたくない。キャンプ場へ戻ってきた。夜景を眺めながら夜飯の準備開始だ。みんなが楽しそうに準備をしている中、私は忙しそうなふりをしながら火を起こすことしかできなかった。いつもは美味しそうに見える肉たちも、今日だけはまともに見ることができなかった。さあ、始まりだ。栓抜きが全く使い物にならない。酒は百薬の長という。これを飲んで今だけ喉の痛みと体の気だるさを忘れさせてくれ。
味がしねえ。そして焼肉が始まってしまった。男に任せると肉を焼く量の節度がない。いいねと言いながら、心の中ではもう肉を置くのをやめろと叫んでいた。しかし友人に罪はない。悪いのは私だ。この光景に何も言うことができなかった。焼いてくれた友人に感謝しながら肉をいただくことに。味がしねえ。エビの焼き加減に関しては譲れなかった。エビだけは熱々のままみんなに食べてもらいたい。味がしねえ。みんな楽しそうでよかった。さあ、いよいよ鍋の開始だ。ここぞとばかりにほぼ手伝いをしていない私が頑張った。鍋料理があって本当に良かった。焚き火も始まった。鍋を焚き火へ移動。食べて温まりたい。その間も焼肉は続けられた。いよいよ完成。果たしてその味は。味がしねえ。うますぎるとむさぼり食べていた友人が羨ましかった。やっと本日2本目の酒だ。そろそろこの時間も終わろうとしている。君と出会ってからいくつもの夜を語り明かした。切れるほど My dream。 トランク一つだけでロマン飛行へ。 In the sky。
My Heart。 朝だ。素晴らしい天気だ。喉の痛みが増している。この焚き火台もそろそろ交換しないとな。昨晩は手伝いができなかったので片付けを頑張る。最近のキャンプでは朝飯をちゃんと作ることはほぼなくなった。片付けるか。本当にいい時間だった。1回目は雨で、2回目は風か。チェックアウトを済ませ、再び温泉の方へ向かう。今回の旅はこいつで締める。また食べに来るよ。さあ次はどこへ行こうか。よかったわ。今年一かもしれないね。ねえねえ、みんな聞いて聞いて聞いて、ねえ最後に聞いて。多分ね、俺風邪ひいてるわ。